皆さんこんにちは、なるほど天です。今日放置少女さんじゃなかった、燃えろ麻雀さんですね。遊んでいきたいと思います。さあログインボーナススタミナ10ですね。私もいろんなゲームで遊んでますから通知がすごく届くんですよね。お、団員戦 C カップというとなんかちょっと違うカップを思い出しますけど、さあ行きましょう。まずプレゼントで受け取ってログインボーナスでしょ。まあ、スタミナもいいですよね。最近ちょっと敵さんの体力が多いのでクリアしにくいですからね。さあ今日は何県でしょう。長野県、ラズビリーさんとかニッキーさんとか、あともう一方いらっしゃった、ニャンマさんでしたっけ。そう、長野県の方も多いですね。私の配信ご覧いただいている方で、さあ、うわ、攻撃力が凄まじい。というかレベル上げないと厳しいですよね。さあレベル100を超えてもあれですよね。体力11万1000だからほぼ一撃でやられちゃいますけど、さあ弱点、相手の弱点ダブルリーチ、ダブルリーチ最初のリーチでしたっけ。この1点目でリーチするんでしたっけ。おお、すごい。これは想像一色で揃えたい、揃えたい方。リーチ、ちょっと待って、これ大丈夫でしょう。何が大丈夫か分かんないですけど、チーしますか。789、でもこれするとちょっと厳しい。待ちが、お、来ましたね。456、数値相手が4捨ててるから7は大丈夫そうですけど、456でいきますか。で、あ、間違えちゃった、8になっちゃう、1000の。おお、来ました。妻です。ついてますね。いや今日土曜日ですからね、まあ何の関係もないですけど、お休みなので。お、あ、どんな感じでしょう。これだけでどんな感じか想像できるかですよ。まあなるほどくん想像豊かですから、多分こちらのアイコンじゃないですかね、きっと。アイコンの形というか絵柄ですかね。さあ今日は私起きてからレトルトカレー食べましたね。なんか家にレトルトカレーがたくさんあるので、567、567345、567にしますか。3、微妙ですね。3万も6、6なら56に変えておきますか。これで数値買って、お、いいですね。もうナロ君の思った通りですよ。これでリャンウーパーマッチですか。そうですね、マッチは多いほどいいと。お、今日はついてますね。まあ敵さんの、相手さんの体力多いですからね、ちょっと困りますけど。お、やっぱり。いや、それほどでもあった。しんちゃん風に答えますけど。そうで、レトルトカレー食べてて、明日もですね、朝ごはんレトルトカレーあるんですけど、缶、缶ですか。じゃあもう3がないから2は外しときますか。まあレトルトカレー種類多いですからね。今日食べたのは宮崎牛の、カレーだったんですけど、お肉入りの。うわ、悩みますねこれ。ハクドラだからハク待っててもいいですけどね、歓喜で。だから、おお、ちょっと待って、これはまた悩みますね。じゃあもうハク諦めますか。で、明日のレトルトカレーは、ヨーロッパ風のレトルトカレーなんですよね。美味しそう。何がいいですかね。ルーティンが来て、5ピンですか。5ピンが来てから、これ頭にして、イーテイコーの57、
58ですか、ウーパーワンです。あー、こっちに来ちゃったけど、まあこっちでもいいですか。早く上がりたいですからね。街を広くするなら、あ、もう関係ないですか。6セタンなんですか。あー、なるほど、これでいきますか。数値は増していきますか。お、一発リーチ一発もこれだけ流れだけ。なんかもうお友達が本当に昔一緒に麻雀で普通に家で麻雀牌で遊んでてあれですよね。思ったより強いのね。ロンドラって言ってロンドラって言ったの面白かったですね。ドラだけじゃ上がれないですからね。ちなみに他の役がないとドラのみである。ドラのみ面白い。おー、すごい。あ、これはすごい。え、わかん。あ、リーチもできる。あー、リーチができる。リーチしますか。あー、これでいい傾向の、これでもいいですか。行ってみましょうか。面白いですね、これはこれで。あー、お願い。ピコン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 。あ、ダメ、上がられちゃった。うわ、痛いですね。ドラ2ですか。これでどれぐらい攻撃力高いからですか。もしかして終わっちゃうんですか。終わっちゃった。ちょっと、いやー、これはきついですね。あの手で1回でやられちゃうの。やっぱりちょっと次ガチャ回さないといけないですか。おー、またカンが、カンカンだよか。おー、この手良くないですか。すごく567567。あー、3色同順とか役ありましたね。でもこれはリーチかけて裏ドラを狙うのがいいですか。リーチお願い。あー、早い。おし、皆さんありがとうございます。どうですか、裏座乗りました。乗ってない。乗ってない。おお、ドラ6。え、乗ってる。あ、もともと乗っていたドラですか。感謝からですか。おお、すごい。おっと、もうちょっと、もうちょっとですね。いやー、楽しいですね、麻雀も。まあでも実際遊んでたらここまで簡単に上がれないですけどね。おお、まだ手がいい。もうリーチですか。もうダブルリーチだったらあれなのに。5と9ですか。おー、早い。おし、リーチ門前なんとか。何だっけ、これなんて読むんでしたっけ。よーし、あと次で決めたい。もうレベルも上がりそう。スタミナ、おー、スタミナ、またこれはどうですかね。先ほどのログインボーナスが生きてくるのか分かりませんが。うわー、でもこれ数アンコ狙えるからこのままいきますか。でも役変えた方がいいですよね。でも、悩ましい。もう相手のこと1個捨てちゃったから、チーピンを。あら、いい敗退ね。やめて、やめて。揺さぶられちゃう。その心理戦に弱いなるほどくんですから。うわー、来ないですか。まあ、3番が来てからリーチかけてもいいですけど。いい敗退ね。こっちは全然良くないですけど。れ、すぐに上がれそうだわ。よし、あー、でもチーピン1個し、あー、でも、まあ、リーチかける必要ないですか。かけた方がいいですか一応。相手から上がったらスワンコならないから。あー、流局。懐かしい。流局初めてじゃないですかね。燃える麻雀さんお遊びしてから。これはもう、順一で決めましょう。とにかく泣いてから、当たりを。あー、危ない。多分相手のこと絶対リーチかけると思いますから、
あまり泣かないですね。ポンとかチーとかされないから。それは嬉しいですけどね。なんでしょう、街。全然見てないけど。おお、これは来るでしょう。決めます。この、お、決めました。早かった。おお、すごい。わ、すごい。3倍版。これも初めてなような。リーチ一発、イーペイコー。なんつうっけ、純一じゃなくて。あれ、純一じゃなくて、純一別でしたっけ。本一だと役配入ってるから。おー、来ましたね。ありがとうございます。何ソンですかね。ナンさんですか、わかんないですけど、ナンさん怪我したらダメですよ。おお、なんか知らないけど、この洋服もなんかすごい洋服されてますね。そう、よく見るとよく見るとですよ。では、次は山梨県スタートですかね。天宮ゆきちゃんですかね。すごい、サバゲーですか。私行ったことないですね。行ってみたい。ではですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。